皆さんこんばんは、半蔵です。いかがお過ごしでしょうか。今日は2月の11日ですね。本来であればこの時間は僕は横浜のライブハウスクリフサイドで、かなさんとのライブをやっているところでございましたが、まあ度重なる延期でね、こうして、事務所に来てあの YouTube を撮ってる次第です。あの今日は皆さんにお会いしたかったんですけども、まあ、皆さんもね、会って生で歌を聴きたかったと思いますが、その代わりと言ってはなんですが、私の弾き語りの一人でぜひ、今日の日をね、少しプラスアルファ得したなと思っていただければ何よりも嬉しいかなって思います。それでは一人聴いてください。役に立てないそんな知恵
脱いだ心を。この後ですね、また改めて、もう一曲お届けしたいと思います、ね、それはアルバムの中の曲です。その瞳に留めてこれ、この後、皆さんにお披露目したいと思いますので、またお会いしましょう。さよなら。